春の浮間ケチ浮間公園に咲く桜冬の浮間ケチ浮間公園は東京都北区浮間2丁目と板橋区船戸2丁目の境にある浮間が池を中心にした都立の都市公園。元は荒川が流れていたところだが大正から昭和にかけての河川改修で流路が変わり旧稼道の一部が池になった。1967年に浮間公園が設けられた。池の中には 浮島という小さな島がある。約4万平方メートル。江戸時代から明治時代にかけて、浮島で荒川は大きく、南に蛇行していた。1928年頃に荒川が直線化された際、川の名残として浮間家地が残った。それまで荒川の左岸側だった浮間は、この時、右岸側になった。浮島家は有事蛇行部の西の一部にあたり、 池の東にある現在の浮間地区が荒川海修で移った部分にほぼ相当する。1967年に東京都は浮間が池を含めた周辺を取りず浮間公園とした。1985年に埼京線の浮間船戸駅が開業すると浮間公園の入り口は駅前広場と道路を一つを隔てて相対するようになった。釣りができる浮間家地のそばに 風車が一気ある。他の施設として、野球場、テニスコート、水遊びができるジャブジャブ、池、鳥のためのバードサンクチュアリ、ゲートボール場、子供用の遊具を設けた広場がある。春には、桜が咲き花見客が多く訪れ、船と桜祭りが開かれる。また公園内にあるウキマが原桜総保場は、かつてウキマが腹に自生していて、河川改修や、 護岸工事などで絶滅した桜草を残そうと、当時の園芸組合員が持ち寄ったのが始まりで、年に一回一般にも公開されている。流路編成にまつわる荒川七不思議。国土交通省関東地方整備局。2013年1月22日時点のオリジナルより、アーカイブ。2015年7月4日閲覧。ありがとうございます。